床に文字とな。うわ、うわ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 。待って、俺こういうの苦手。うわ、これ使えば多分解除できるんだろうな。文字書いてある。え？うわ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 。待って、あれ先に壊しちゃえばいいんじゃねえの？多分、踏む場所がダメなら、あれが一斉射撃してくるんでしょ？ミスる気しかしないから。だってこれ、なんか手がかりになりそうなもんでも持ってたかな？周りの全ての目をかばってる。わかんねえな。当てずっぽうで踏んでも、まあ、ダメだろうし。順番にあれぶっ壊すか。壊すのも結構きついかも。あれ強い、このタレット。めっちゃ痛かった。アホほど回復パック持ってかれた。こいつらみんな失敗しましたと。これさ、待てよ。これジャンプしていけばよかったんじゃね？やらかしたかな？遺産をこんな厳重な形で隠したんすか？あれ？あ、ボタンあった。あ、これは確かに厳重だ。これは開けれる。よし。オーケー。ケフィア、水。武器ケースがあるよ。あ？あ、なんだなんだなんだ。お前。ここからは気をつけて。罠、ロボット、おそらくタレットが君を待ち構えてる。え？すごく危険だから。これ始まりか。マジでまだまだあんのかよ。うわぁ、なんかいいの入ってる。敵の戦意を喪失させる。はぁ。これ今持ってるショットガンよりいいんじゃね？ん？あ、これショットガンじゃない。重火器か。あ、全然弾ね。なんでそんなトラップまみれなん？わーい！こいつ言ってんだよな、普通に。ボルトアクションのスナイパー？あ、ゼロワイヤー拾えるんだ。さっき壊した。パレットから回収してね。あ、持ってない。重量オーバーだけど、重量オーバーだけど、確か、今着てるバッグが割と耐えてくれるから。25% のデメリットだけに留めてくれるから、なんとかなる。タレットない。ちょっとセーブをこまめに。ギャーン！なんだそりゃ。あ、これ強っ。強いけど、多分こういう武器って、弾が効果。自分に当たった。OK。なくなった弾。回復パックがガンガンなくなっていくな。あ、これは今までこの巣を見せられなくてごめんね。巣は100年以上も受け継がれてきた秘密なの。
そしてうわ、音する。いや、やばい気がする。10代の頃覚えてる？あの勝ってこいつ。自動メッセージ何も聞こえなかった。回復は一応まだあるけど、あれタレットじゃない、壊れてんのか。ここがいけ、まだいる。あ、違う、エレベーター。なんかちっちゃい金庫だけあるのかと思ったんだけど、想像以上のスケールじゃねこれ。重量うんぬんかんぬんとかもどうでもいいわ。エレベーターがある。とりあえずあれ船。ああ、これが遺言か。なんだけど、その母親がいて、その息子のレオン君はというと、タレット。はい。タレットだって、おふくろ、なんでだよ。この話は何もかも、イカれたジョークだ。どうもね。レオン君、ここに到達できてないっす。つうわけで、私がレオンです。まずロボット壊さんと。これさ、ワンチャン、船手に入る？ちょっと待って、先にエレベーターどこに通じてんのか見とくか。これもしかして、ドア解錠、セキュリティドアが入り口近くにあったから、そうか、はいはいはい、ここ息子のためには、ここを息子ここを通してあげればよかったのに。なぜタレット？いやいやいや、すげえな、宝じゃん。隅から隅までいただいていくよ。宇宙船手に入れるって書いてあるしね。新しい船だ。俺新しい船のために金貯めたんだけどな。あ、武器ケース。あ、グレンデルかい。よいよいよいよ。この辺ガラクタだ。少なくともここはスペーサーいるわけないよな。ニューラ、なんだこれ。セキュリティログ。はあ。わからね。
船起動。ちょっと待てよ。その前に、宇宙服、マンティスの宇宙服というものを手に入れてない。船近づいて見てみよう。どう考えても今の船よりは立派だ。宇宙服欲しい。お部屋だな。あった。ちょ、なんかマネキンについてると不気味で嫌だな。あ、かっこいいかもしんない。あ、やーべえやーべえ、マジで激レアアイテム手に入ったんだけど。はあ、いいんですか。まあ、今、ちょっと、重量オーバーしてるから、これはまだ装備。まあ、一旦、全部装備してみてみるか。4% の確率で攻撃を反射させる。お、あ、やーべえ。ゴツゴツのゴツだ。格好が。いや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 。ちゃんと見てみるか。これが遠方、武器、ダメージ、軽減、腐食耐性、攻撃、反射。HP が低いほど、ダメージ耐性増加。あ、資源の重量が 25% 軽くなる。へぇ。10% の確率で近くの攻撃者を燃やす。とんでもねえ装備だな。ちょっと一旦。重量オーバーしてるから移動しやすいようにパックだけ変えて。いや、ちょっと息子の代わりにこの遺産はもらっておいてあげますよ。と、この辺もいいもん入ってんだろうな。そうだよな。あ、なんだこれ。全部いただき。オーケー。え、あ、アミノさん、アミノさんとハイパー触媒。はい。そんなところかな。ダンベル。あ、これ母。あ、努力の賜物だ。ここに住んでたんだろうな。未完成、未完成っていうか大破した車両みたいのもあるけど。よし、最高の装備をいただいたことだし、最高の船をいただこう。おい、あれ待って、これなるほど、地上に出てくるんだ。これ地上行こう。あ、さっき倒したロボット、こっから脱走してた一機か。やっべ、そういえば、途中までついてきてたスペーサーどこ行った？まあいいや。気づいてない。新しいの来た。あれ？待って、なんかいいの持ってるぞ、こいつ。なんだ？
シテッドレジェンダリー持ってるぞ。なんか似たような効果を持って、キャリーアシスト。これもキャリーアシスト。ちょっと種類が違うな。いいね。キャリーアシスト系は結構ありがたい。あ！これブーストパワーが強いのかな？惑星のせいかな？惑星のせいか。さて、船、船。船が出てきてる。マンティス完了。おい。うつろの巣？これ別のタスクかな？別のタスクだ。あ、つかメインタスクだ。これにて完了。はい。あ、構造が違うな。こっちはコックピットか。はい、ああ、いい感じ。ロッカーもある。じゃあちょっとお家帰ろうか。アイテム溜まりまくっちゃったし。応答せずに、後ろについた。攻撃開始。あと少し。オッケー。オッケー。やはり不意打ち。ドッキング。お？ドッキングしてみるぞ。正直かなりギリギリだった。やはり不意打ちしか勝たん。こいつらにこれから攻撃するぞと律儀に答えてやる必要なんてなかったな。さーて、嫌な警告音だな。あ、タロエット。ステルスで行く必要があるのかは知らねえけど。あら？あら、お亡くなりになった。これさ、船盗め、ドッキングしたはいいけど、もう、もぬけの殻やないかい。死んでるし。船をダッシュする大船から出るって、出てるな。まあ、でも別にこの船いらんし。これはやめておこう。所持する船の数が増えるといえば増えるかもしれんけど、今はこれで間に合ってる。
つわけでさよなら。これはもういいのかな。はい、さよなら。船の性能も当然大事だけど、立ち回りも大事だな。これからゴロツキどもに遭遇したら、不意打ちしよう。で、遺品回収。もっと硬いやついたよな。あ、クレジット、金。まあ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 。ちょ、船体ボロッボロなんだけど。自分の家帰ろう。結構レベルの高い惑星だったな。自分の家がある惑星どこだったかいつも忘れるんだよな。あった、これ。ネソイの、マイホ。さて、ぼちぼちアイテム整理をしたんだけど、ちょっと、使わないけどレジェンダリーっていう装備を飾っておきたいなとは思ったけど、クラフトアイテムが足りねえ。で、まあ、レアがついてるやつとか、よっぽど有用な効果を持っていないならば、売りに行こう。例外としてはこのヘルメットの、カメレオンヘルメットは結構、役に立ってるから、こいつは持っておこう。それ以外は、まあ、売るか。武器に関してもそうだね。まあ、いろいろ手には入れてんだけど、そんないろんな多種多様の武器を使い分けすることもできないから。あ、これはすげえ強力だったけどね。弾がね、爆裂弾みたいな感じかな。結構高いんだと思う。使わないやつは売りに行こう。